皆さん、こんにちは、ビーズワーダーです。アンスキョックです。お願いします。お願いします。はい、今日はね、最近ボクシング関連でいくつか動画をね、上げさせてもらってるんですけども、今日はちょっとあの減量メニューとはまた別に、まあこれも減量の一環なんですけども、減量中のメニューこんだけ食べてますよっていうのを見させてもらったと思うんですけども、当然その小腹がついたりとかする時もあるんですね、その時にその減量の助けになるおやつを紹介させてもらおうかな、まあ減量中はこういうお菓子、空腹とか覚えたらこういうお菓子を食べてる上でっていうのを、紹介させてもらって、ダイエットしてる方の参考になればなというふうに思うんで、いくつか紹介をさせてもらおうかなと思います。はい、はい、じゃあまず一つ目、はい、はい、これ素焼きアーモンド、はい、アーモンドです。アーモンドで素焼きです。アーモンドって種類いくつかあって、塩焼きのやつ、塩がついてるやつと、素焼きのやつがあるんですけども、素焼きです。素焼きです。塩付きのやつは塩分取っちゃうんで、塩分取ってやっぱむくみにつながって、水分を無用に溜め込んでしまったりするんで、でこの素焼きのアーモンド、でこの素焼きのアーモンドはダイエットに何がいいかっていうと、あのナッツ系ってみんな勘違いするんですよ。その脂肪が多いとか、カロリー高い、まあカロリーは正直ちょっとあります、普通のお菓子に比べると。それはあるんですけども、アーモンドのいいところはこれ、あのビタミン E がすごい豊富なんですね。ビタミン E っていうのは基本的に抗酸化作用っていうのがあって、コレステロールを下げる、血中のコレステロールを下げる効果が、あると言われている。ビタミン E を、豊富に含んでます、でミネラルも豊富です。やっぱりそのダイエットしてるとミネラルが不足しがちなんですね、でそのミネラルを豊富に含んでるっていうので、その栄養をちょっと取るのにいい、で一番いいのはこのアーモンドっていうのは不飽和脂肪酸っていうものを多く含んでます。でこれがまたあのコレステロール値を下げる効果があるので、血行や美容にいいということで、あと食物繊維豊富に含んでます、で食物繊維豊富に含んでるので、その減量ダイエットをすることによって陥りがちな便秘っていうものも解消してくれる、解消っていうか予防かな、になるということで、非常に、助かる。で食べ応えがあるんですよ、単純に硬いからね、しちょっと脂肪分を含んでるんで満足感はあります、であのダイエットして減量とかをやってると、その濃いもの食べたいっていう感覚にあんまならないですよね、あのもう普段から節制してその塩分のそんな高くないものを食べたりとかするんで、これぐらいの味で満足できるんで、またそれが、アーモンドっていうのは非常に、相性がいい。あとはあのこうアーモンド、これあの僕が調べたところに書いてないんですよ。よく聞く、あの今これを説明するために見たサイトには書いてなかったんですけど、脂肪を燃焼しやすくする効果があるとかないとか、どっちこれはあの確実な情報じゃないんで、TV 型にさせてもらいますけど、あの先に脂肪を燃やすように作用してくれるっていうようなことを言ってたような気もします。はい、ということで僕はこのアーモンドっていうのはよく食べますね。で次これです、レーズン、ドライレーズンですね。ドライレーズンというか、まあ、ドライフルーツの類なんですけども、まあ僕はレーズンが好きなんで主にレーズン食べるんですけど、ドライフルーツです、簡単に言うと、まあ、ドライフルーツの何がいいかっていうと、まあ、フルーツなんですよ、ビタミンが非常によく取れます、で自然の甘み、自然の甘さっていうものを口にできるっていうのは非常にでかい、当然その干し果実なんで、カロリーめっちゃ高いです。だそんなバクバク食っちゃダメなんですけど、1回 20g ぐらい、それこそこのアーモンドと一緒に 20g ずつ食べる。アーモンドは大体1回20から25粒ぐらい食べるといいらしいんですけど、と一緒にこう食べると甘さと、脂肪分が一緒に取れて、非常にいいし、このどっちもそもそもがそのジャンクフードじゃないとおやつって言って、あの自然由来のものなので栄養がしっかりとれる、減量中だと栄養バランス偏りがちなんで、おやつからでも栄養をしっかりとると、だからそのおやつ、同じカロリーやからじゃあ俺はポテトチップス食べるわっていうのじゃないんですよね。それするとあのどうしてもそのジャンキーが体になってしまうんですから、ジャンキーになってしまうんです体が、そうじゃなくてこういう自然由来のものを食べるっていうのは非常に、いいと、僕はこれもう本当に食べます。小腹空いたらザッパクっていうぐらいで食べますね。それぐらいで満足できますし、非常にいいと思います。で次、まあ今のところ味なしと甘いの続いたんで、しょっぱいものとか食べなくなったらどうするんだっていうと、これを食べます。茎わかめと、干し昆布、
これは何がいいかっていうと、単純にまずカロリーが少ないです、うん、わかめとか海藻類っていうのは、うん、この昆布わかめっていうのは、うん、水溶性の食物繊維を多く含んでます。なので、それこそあのお通じとかね、うん、気になるのやったらこういうのをしっかり食べて、うん、小腹すいたら食べてあげると、お通じは良くなります、うん、ただあのこれ僕だけかもしれない、まあ、汚い話なんであれなんですけど、これをまあまあ要は普段あんま食べずにこういう量、普通のご飯の量少ないわけじゃないですか、うん、でこの茎わかめとか昆布で小腹を満たして、トイレに行くと、あのうんこがあの緑色になって、うん、びっくりはします、うん、あれと思う、まあ、それはこれのせいやって分かってたらびっくりはしないですけど、まあね、この昆布はね普通のあの昆布なんですけど、まあ、旨味グルタミン酸が豊富なんでそのまま食べるんですけど、このね茎わかめはね僕はね梅味がすごい好きなんですよね、うん、梅味と普通のお酢味があるんですけど、うん、梅味の方がこうおやつ食べてたって感じです、うん、僕はこっちの梅味がおすすめです。ただこの2つに関してはいっぱい食べちゃダメです。味付けてますから、うん、やっぱ塩分が含まれてるんで、あんまり食べ過ぎるとやっぱむくみとかになったりするので、うん、まあこれあの大体小分けになってるんですよ、うん、5袋ぐらいを僕は食べますね、うん、でこっちに関してはまあそんなに量食べれないんで、まあ、飽きたらやめます、うん、これはもう普通にいっぱい食べることはありえないから、これいっぱい食べれるようなやつはもう大変ですもううんこがもう大変ね、この昆布に関してはそんな気にせんのそんな食えないと思います、うん、が、しょっぱい部門、はい、で口寂しい部門、はい、口寂しい部門のおやつが、これです。サクマドロップスとガム、まあ、これは何がいいかっていうと、まずアメちゃんね、うん、アメちゃんはアメちゃんっていうと関西人っぽくなるけど、アメちゃんっていうのは長いこと口に入れてられるんでしょう、うん、で甘いものって満足感を覚えさせるんです、うん、なのでとっても長いこと口に入れて楽しめるし、うん、であの人間って口を動かすと満腹中枢刺激されるんで、お腹小腹が満たされたような気になるんですよね、うん、なのでこのアメちゃんとか、ガムとかっていうのを口の中に入れておいて、動かしてあげるということで空腹をごまかすっていうかな、効果があると。で、まあ、ダイエットしててアメとかも食べないっていう人結構いると思うんですよ、うん、でなんでって聞くと、あの糖分やからって言うんですよね、うん、これものすごく間違った考えで、うん、ダイエットするときに糖分は取らなきゃダメですよ。人間の体ってよくできてて、その、まあ、完全にカットできるんやったらいいんですけど、糖分を全く取らないとエネルギーがまず作れないんで、うん、代謝が落ちます、うん、代謝が落ちるし、落ちる部分の次にどこで糖分に変わるものを生み出すかっていうと筋肉なんですよ、うん、筋肉分解し始めちゃう。で脂肪も減らないし、筋肉で体重落ちた気になるけど基礎代謝が結果下がってしまうっていうところが非常に良くないし、で、人間の体って栄養素が栄養バランスが偏ると太るってなんでやっていうと、その栄養バランスを他のとこから取ろうとして余分に吸収するんだ、うん、そういう栄養素だから、例えばビタミンの何かが欠けてますよ、うん、っていう時に栄養バランス偏ったものをいっぱい食べてると、その偏ったビタミンを取ろうとして他の栄養素を取っちゃうんです、うん、だから太りやすく、バランスよく食べるか太らないっていうのは必要な部分だけ取ってあとは出しちゃうから、そういう風に体がしっかりできてるんで、うん、あの糖分っていうのは必要栄養素なので、この、全く取らないっていうようなこういうね少量でもいいから、うん、ちょっとずつ取ってあげるっていうのが非常にいいで、僕のおすすめこのサクマドロップ、なんでっていうといろんな味があるんですよ、うん、で飽きない、うん、ね、どうしても同じやつ、その、なんて言うんでしょうね、僕みたいな子供ちとは、ハッカとか食べれないであれなんですけど、のど飴みたいなね、あのスースーするやつをちょっと口に入れてる方いるんですけど、やっぱそういうのやと味気ないじゃないですか。いろんな味を、そのダイエット中も楽しもうよっていう、その心意気っていうのは非常に大事かなと思います。で、そういった理由でこのガムに関して、ガムはね、もう単純にその口を動かすためのものなんですけど、もう僕は基本的にこのフルーツアソートを食べますね。その大人ぶって、クロレッツだとキシリトール、まあ、キシリトールなんですが、あのミント、グリーンミントだとっていうのは味気ないですよ同じ味やもの、スースーするもので、それやったらね、もうどうしても飽きてしまうんで、で好きなもんやって言ったって毎日食べてあげますから、そういったらこういうね、いろんな味を楽しめるようにしてあげた方が、いいのかなというふうに、僕は思うので、そうやってその変化をつけるっていうのがダイエットには大事です。どうしても単調になりがちな、そういった中で変化をつけていくために、こういろんなもの、味が入ったものがおすすめな
というふうに思います。ということでね、まあ僕基本的にそのダイエット中で減量中についてはこの、うん、本当にこれだけ食べてます。これ以外はもうほとんど口にしません。おやつもうどうしてもやっぱチョコレートとか食べたくなるんですけども、食べたら終わりですから一回口に入れて思い出したと終わりなんで、絶対に口にしないけどこれは食べますと、いうことを決めて、自分もちょっと若干甘やかすということで長続きする秘訣になるということですね。はい、ということで、今回ね、減量中のお菓子紹介させてもらいましたけども、はい、減量じゃなくて普通のダイエットの方も参考になるものだと思って、うん、ぜひこれを参考にダイエットに上げていただきたい、うん、この動画参考になったと思う人は高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ではこの辺、本日はこの辺で失礼します。ありがとうございました。ありがとうございます。